どうも、シュンシュンチャンネルのシュンシュンです。ということで、フリーフォールで、途中参加なのかな、これは。途中参加じゃないな。おお、いいやん。で、ですね、使っていく武器がね、前々回ぐらいで使った武器で、ABR っていう武器を使うんですけど、まあ、また同じ武器使うのかって話なんですけど、実はね、出たのがね、あってね、オペレーターモッドっていうのが出て、ちょっと待って、オペレーターモッドっていうのが出て、ちょっと待って、あ、さすがに無理か。フリーフォールだしね。で、そのリピーターっていうのがどういうものかっていうと、フルオートっていうより、その何ですかね、バーストなんですけど、長押しでやれるようになったみたいな感じですね。で、これがね、マジで強い。どんどん、なんだろう、やればやるほどどんどん、レース速度が上がってくっていう、すごい面白い武器で、途中からもフルオートみたいになる。ノーマットダウン。正直、俺はこれがすげえ使い勝手いい。セラフを抹殺した。もともとバーストって自分でダダダンダダダンってこう押すんで、やっぱあれなんですよ、自分のもうエイムに全てはかかってるんですよね。ですけどこれだったらうわっそれがないから強い。本当にどんどん上がってくるから、これそうだったね。避ける。もう本当になんか、バーストの決定をなくしたみたいな。ルイン、切る。もはや腰ダメでも戦える。って、まずなんかロケラン使いない、このマッチ。オッケー。しかも、もともと火力がすごいやつなんで、これ。本当に強い。こっちか。UAV 映ってますね。UAV のミッションタイムライン 50% を確認。お休み。UAV あと1回来るはず。よしよし。ここら辺ぐるぐる回ってればいいかね。いける。ジャンプするかな。エイジャックスを始末した。た弾12発まだいける。おぶねロケラン、ロケラン使いがいる。やっぱりこのゲーム、バッテリーセンサーだとセントフェリー行きまーす。オーケー。早くない？すごいな。ドミネーションでもなかなかこの速度で壊せすぎねえぞ。バッテリーを抹殺した。待って、これこっちに逃げといた方が良さそうだ。ふっ。どこだ？何番用意するやつがいた。うわー後ろだったあー、これいけるかな。これいけないな。うわ、びっくりした。ふっふっふっ。よし、オッケー。終わりだ。最終的に本当にこれもうバーストがやばいぐらいなんで強いよ。本当にそれしか言いようがないぐらいで。だってね、もともとさ火力すげーって言ってた武器がさ、もうレース速度がどんどん上がってくんやで。上空に敵の UAV。サムマシンガンかなって。もう一回来い。こちら。ロケラン危ない。UAV を上空に配置した。こっち行きましょう。あと一回パルスかも。来ない。あ、弾が。待って、後ろ来る。わかりますか？どん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 速くなってくるんですよ、撃つのが。正直これは最強だと思う、本当に。うわあ、もう飯前もう怖え。
上姉妹が、ああ危ない。本当に恐ろしい。上姉妹は、あ、中入りましたねこれ。でね、うちは負けないんじゃないかなこれ。本当に。セラフを抹殺した。裏は来るかな。敵のヘルストーム感知。来ないね。これ動いて、これでいこう。おっぶの。セラフを抹殺した。いいですね。これ本当にこれ使っていいな。敵のシールドが。マークド。マークしたターゲットにヘルストームを撃て。二人いけるかな。よーし、二人いけた。よーし。オッケー。残り一人行きましょう。いますね、そこに。オッケー。いや、強いな、これ。本当に強い。前使ってた時のなんか、3倍ぐらい強かった気がする。お？おーおおすごい。貫通するな、本当に、感じは。ロケラン使いがやっぱいるよねこれ。うわうわうわ、これはすごい、これはすごい。いや、いいですね。もともとやっぱバーストってなるとフリーフォールでは使わないかなと思ったんですけど、そのバーストを無理やりフルオートみたいにするっていうね。いや強い、本当に。なんだろう、タクティカルライフルなんで貫通力もあるから、3人ぐらい同時に来ても普通にやれちゃうっていうぐらい強さがありましたね。うん、まあバーストをフルオートにするっていう最強さ、いいね。はい、今回はここで終わりたいと思います。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。じゃ、またねー。